去年の暮れ、1200人を超える組合員の指名解雇で端を発した三井三池の葬儀は、解雇通告の返上デモで新しい年を迎え、1万6000人の組合員は激しい反対闘争ののろしを上げました。1月25日、会社側のロックアウトに対抗して組合側は無期限のストライキに入りました。ところが執行部の生き方に批判的な組合員およそ3000人が第二組合を結成し、強い団結の力を誇った三池の組合もついに分裂しました。勢いを得た会社側は第二組合員だけで石炭の生産を始めようとし、3月28日には校内に入ろうとする第二組合員とこれを阻もうとする第一組合員が真っ向から衝突、双方で140人が怪我をしました。一方では第一組合員の久保清さんが暴力団の殴り込みにあって刺し殺されるという事件まで起き、三池の山本は物々しい空気に包まれました。警察側もこの頃から九州はもとより中国近畿の警官隊まで動員して、三井三池のある大牟田市と荒尾市に全警察力を集め警備を強化しました。しかし仕事に就く第二組合員を守ろうとする警官隊と第一組合員が再三にわたって衝突し、血を流す憎しみの争いはなおも絶えませんでした。会場では会社側が第二組合員を校内まで船で運ぼうとして、源平の昔を忍ばせるような船合戦を繰り広げました。